すごい角が立派ですね、この個体。見るところが細かいですね。いやいや、すごい大きくて。なんかマンドリルのためのフィーダーとか、はい、レッサーパンダのためのボルタリングセットとか、なんかいろんなものがあって、やっぱそれこそ自分が支援したものが動物園の展示の一部になるって、動物好きの人からしたら最高すぎるでしょって思ったんですよね。先生は白熊らしいガオー、ドアもここです。前回に完成記念スペシャルを迎えたプラネットズーですが、今回は特別編です。実質の最終回になります。なんとね、僕が動物福祉動物福祉と言いながら動物園作りをしていましたら、それを世界で活躍する凄腕の動物園職員さんが見てくれていたようで、記念すべきココカルフ初ゲスト初コラボに至りました。ということで本日はココズーをふらふらと回りながら、ゲストの方とザックバランに動物園トークしていこうと思います。なお、これからも様々な動物が登場するゲームやっていきます。動物好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきます。それでは本日のゲスト、富澤香菜子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず富澤さんのタコ紹介を私がしたいんですけど、はい、福岡県にある大牟田市動物園の企画広報担当の職員さんということで合ってますか？はい。あと、東南アジア動物園協会の主管理委員会の副委員長さんでもありますか？なんかそんなの、はい、東南アジア動物園水族館協会の主管理委員会という委員会の、はい、そうですね、今年が副委員長をやって8年ぐらい経ちますね。はい。本当こんなゲームチャンネルに出演してくださって本当ありがとうございます。でもないです、呼んでいただけて光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか実際プラネットズーってちょっとどんなにリアルなゲームに見えても、はい、あくまでゲームじゃないですか。そうですね。なんか現実的には脱走なんて絶対にあってはいけないことだと思いますし、ちょっと専門家の方からすれば認められない部分もたくさんあるのかなと思うんですけど、なんかそれでもこうやってココズーに来園してくださった理由ってどんなところにあるのかなっていうのをちょっと初めに聞こうかなって思うんですけど。そうですね、まあ、確かに拝見させていただいていて、ゲーム上脱走できるっていうなんか設定になっちゃうこともあるみたいなんですけど、はい、そうなってなくてもまあ脱走するだろうなっていうところは確かにあるんですけど、ただそれだけではなくて、ココズーの場合はその建物を建てていくっていうことよりも、その前に動物にいかに楽しく幸せに暮らしてもらえるかっていうことに焦点を当てた展示作りをしているというところが、多分お客様もどんな取り組みしてくださるんだろうっていうのが面白いんじゃないかなと思って、私もそこを楽しみにいつも拝見させていただいてました。ありがとうございます。もうありがたすぎますね。動物園の方にそうやって言ってもらえるのは、もう本当僕はただ動物好きなだけの人なので、ずっと立ち話もなんなので、ここズーを歩きながらいろいろ話そうかなと思うんですけど、はい、なんかどこか行きたいところとかありますか？そうですね、ジャイアントパンダのエンターテインメントを、はい、たくさんされていたのが見たいですね。ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、なんか富澤さんはこういうクラフトゲームってやったことありますか？いや、全く、全くないです。私ゲームできないんですよ。なんか動物園クラフトゲームって結構動物園好きな人からしたら最高のゲームですよね。こういうゲームがあるっていうのは。そうですね。できたらすごい楽しいと思います、こういうことが。でもできない、できないというか、私には多分ずっと完成しない動物園になってしまう、未完成動物園になっちゃう気がするんですよね。パンダのとこつきましたけど、おー、やっぱり僕も、はい、その動物園好きっていう風にチャンネルでもよく言ってますけど、うん、やっぱ国内外いろんな動物園行きましたけど、一番好きな動物園はやっぱ富澤さんが働いてる大牟田市動物園かなっていう風にいつも思っていて、いや本当そのもっともっともっといい動物園ありますから。謙遜されます。もちろんいろいろな取り組みはもちろんさせていただいていますけれども、やっぱりその面積だったりだとか、はい、そういったものには非常に限界がある動物園なので、まあ、限界がある中で
どうやっていくかというところには非常に努力を重ねているところなんですけれども、もう根本的なその持っているものというのがやっぱりどこの絵も違うので、その中でいかに最大限発揮できるかみたいな感じですね。そうですね、はい。あ、でこの、今もう見えてきましたけど、はい、このタイヤみたいなのがこう白黒白黒ってなってるのあるじゃないですか、はいはい、これすごくいろんな展示場に出てくるんですけど、これ面白いなと思って、はい、なんかこの大掛かりなのでなかなかちょっと実際にじゃあすぐやりましょうって言ってできないかも。あ、そうなんですね。そうですね、やっぱり強度だとか使っている素材、特にクマなんかの場合は、まあ、ジャイアントパンダはちょっと草食性なので違いますけれども、まあ、ヒグマとかの場合はもう、はい、壊してしまって、それを例えばゴムを誤飲してしまったりすることがあるんですね。ですので、まあ、ライオンとかトラとかそういう牙や爪がこう屈強な頑丈な動物に関してはまず安全性が高いものをいかにして作るかっていうところがすごくネックだったりします。すごい、こんな話を聞けるプラネットズーのゲーム実況ってないですよ。これ面白いですかね、皆さんチャンネルをやめ変えたりしないように。まあでも楽しいと思いますよ。普段聞けない話絶対聞けると思うんで。やっぱなんかこういう動物がかゆいところを描いたりとか遊んだりするのって、そうですね、大牟田市動物園の方では環境エンリッチメントっていう言葉でお話しされてると思うんですけど、はい、それが改めてどういうものなのかってちょっと簡単にお話ししてもらえますか。エンリッチメントっていう言葉は、はい、豊かにするということなんですが、はいはい、つまり環境を豊かにしていくということですね、うん、そのまま環境エンリッチメントで、どういうふうなことをやっているかというと、その動物が野生下で行っているような行動のいろいろなバラエティがあると思うんですけど、はい、バラエティ豊かな行動を発現していきましょう、たかも野生下での行動がそのまま発現できるような状況を作っていきましょうというものなんです。ただここで勘違いをしていただきたくないのは、はい、野生下のその状況を再現しましょうというのはまた別だということなんですね。あ、なるほど。つまり再現をするために、擬岩や擬木というその偽物で作った木や岩を使ったりすることがあるんです、はいはいはい、そうすると見た目的にはわーなんか生息地にいるみたいっていうふうに人間の目には見えるんですけど、動物にはただの偽物なんですよ。つまりそれは動物のためには何かまた別のものをしておかないと、その環境だけでは従属させられないということになるわけですよね、うん。まあ、環境エンリッチメントというのは動物福祉、まあ、つまり動物が、身体的にもそれから、心理的にも健康である従属されている、はい、そして環境と調和しているというのがこの動物福祉という状態なんですけれども、はい、この状態になるべく近づけるための取り組みの一つが環境エンリッチメントというふうに思っていただけるときっと分かりやすいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあまさに今こうやってパンダくんが揺らして食べてるのとかもエンリッチメントの一つなんですかね。そうですね、はい。ちなみにこのフィーダー結構いろんな種類ありますけど、なんかこのプラネットズーの場合は既製品がゲームの中であるので、はい、すごいもうそれで完結しちゃうんですけど、実際であればすごくそういう動物の大きさに合わせたりとかして作っていくんですね。そうですね、あとは必ずそのエンリッチメントを入れたからといって使ってくれるとは限らないので。それはありますね。今この画面見えますか。はい、はい、見えます。いろんなフィーダーがあるんですけど、おお、あ、しかもみんなお金が書いてある。あ、そうです、値段がちゃんと。あ、そうなんですね、お金が決まってる。これ例えば、はい、このスローフィーダー、動物がゆっくり食べれるようにっていうのをやると、はい、その、はい、この動物しか食べないんですよね。なるほどなるほど。やっぱこのフィーダーごとに食べる動物食べない動物がいるので。そうですね、ここら辺はすごいリアルだなと思いますし、はい、今こうやって出ちゃってますけど、本来ちゃんとした通常モードだとなんか獣医さんが動物の研究もしなきゃいけなくて、研究することで、あ、この動物はこのフィーダーでもご飯を食べるのかって分かって設置するとかっていうのもできるので。
か。ああ、じゃあアイテムをちゃんと選ぶ前の段階っていうのもあるんですね。というのもあるので、このゲーム割とそこら辺ただふざけてるためのゲームじゃないのかなっていうのは好感が持てるところはあります。それこそ大牟田市動物園さんも、なんかいろんなフィーダー飼育員さんが皆さん手作りで作ったりしますよね。そうですね、なんていうんですか、日曜大工の、あのお店いっぱいあると思うんですけど、そういうところからあの水道管みたいなのとか、いろいろ持ってきてます。あとは消防ホースを近隣の消防署さんが経年劣化したものをくださるんですよ、あれすっごく良くて、どこの動物園でも多分消防ホース使ってるんですけど。そうなんですね。はい、あれもすごい水圧に耐えられるようにものすごい頑丈に作られてるんですね、でなおかつ素材が動物が噛んだりしても大丈夫なものを使ってるので誤飲がないんですね。じゃあそうです、とっても重宝してますね。なんかそういう決められたマニュアルじゃなくて、そういういろいろなものを作って飼育エリアのそういう動物の満足度を上げていこうっていうのが大牟田市動物園、ほんとすごいなっていつも思うんですけど。ありがとうございます。なんかそれこそあれですよね、欲しいものリスト、アマゾンさんの欲しいものリストから購入ボタンを押せば大牟田市動物園に届くっていう仕組みとか見かけたんですけど、あれもやっぱ具体的に何に役立ってるか分かるからいいなってすごい思いました。ああ、ありがとうございます。結構あれって届きますか。はい、そうですね、結構いただいていて。そうなんですね。でいただいて、アマゾンさんのやり方がちょっとよくわからないんですけど、メッセージとかお名前がちゃんと書かれてる時もあれば、何も入ってない時もあるんですよ。そこら辺はそうですね、選べますね。匿名にもできるし。なるほどなるほど。それで一応入ってない時、多分業者さんにもよるんですけど、入ってない時にお礼ができなかったりすることもあるので、一応個人的なお礼はちょっとさせていただくことができないんですけど、その代わりに、例えば飼育員がお礼を言う動画だったり、あと実際に動物が使ってどうだったかっていう動画をこうお礼の代わりにアップするっていうことをしてます。この前の覗いたら、なんかマンドリルのためのフィーダーとか、レッサーパンダのためのボルタリングセットとか、なんかいろんなものがあってやっぱそれこそ自分が支援したものが動物園の展示の一部になるって、動物好きの人からしたら最高すぎるでしょって思ったんですよね。いやいやいや、本当にこちらとしても送っていただけるのが本当にありがたいと思いますし、やっぱりそのお客様からいただいたものをきちんと動物が使っているか、それからその動物にとって生活に邪魔なものになっている可能性もあるんですよね、例えばなんかおもちゃで遊んでるっていう状況があったとして、本当は嫌だからあっち行けってやってるのかもしれない。なるほど。そこをきちんと判断することっていうのがこの環境アレンジメントにおいてはとても重要でして、例えば当園ではビデオを撮影して、そのビデオをサンプリングすることによって分析をかけて、本当に行動の多様化につながっているのかということをちゃんと検証して使っているんですね。いや、すごいですね。実際に、人間でもありますけど、ありがた迷惑みたいなのありますから動物も本当に役に立ってるかっていうところのね、分析はすごく大事なんだなって思いますね、なんかそこまでちゃんとしていただけてると、この送る側もすごい信頼して応援できるというかいや、なんか今この動画見てる方も皆さんもぜひ大牟田市動物園のサイトから覗いてみてほしいなと思います。なんか本当具体的に何を自分が送ったか分かるから、なんかつい応援したくなるなって思うので、はい、見てほしいですね、ちなみにぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますちなみに今パンダちゃんたちがご飯食べた後眠くなってお昼寝になりましたね、お昼寝モードですね。次なんかどっか行きたいとこありますか。そうですね、虎とかどうですか。虎行きますか。実際虎に関してはなんか研究されてた時代があるっていうのを聞いてるんですけど、そうですね、修士課程でスマトラトラっていうインドネシアのスマトラ島に住むトラの研究をしてました、それは何に関する研究だったんですか、トラの。ちょっと、これ大丈夫かわからないんですけど、精子活性についての研究をしてまし
子孫を残す上での研究ってことですか。そうですね。なんか富澤さん自体が結構遺伝子関係の後輩とかで研究されてたり、はい、あのアメリカでお仕事されてた方だと思うんですけど、はい、そういう遺伝子部分のところがやっぱ自分の中では課題になってるんですか。そうですね、実は私あの遺伝学が大嫌いで。あ、そうなんですか。学生の時は結構遺伝学から逃げ回っていたんですけど、あの社会人になってそのツケを全部払ったような感じで必死に勉強しました。あの、そうなんですね。そのアメリカの仕事でどうしても必要だったので、はいはい、ただちょっといきなり英語でいろいろバーッと言われてもちょっと大変だから、すごく大変でしたね。そうなんですね。ちなみに、はい、このゲームすごいのが、はい、あのここで遺伝が見れて、おお面白い。ペアごとのどのくらいのポテンシャルで子供が生まれるかっていうのが出るんですよ。すごくないですか。なるほどなるほど。なのでこれなんかジンポテンシャルって何ですか。そもそもこの動物たち大きさとか寿命とか繁殖力、はい、繁殖力とか免疫がそれぞれ個体によって数値違うんですけど、あその子供が生まれてきた時にこの4つの項目がどのくらいのパーセントで生まれてくるよっていうのがポテンシャルですね、遺伝の。あ、このなん形質がどのぐらい引き継がれるよっていうことですか。はい、そうですね。なので父親と母親がどっちも長生きしそうっていうのが出てるんで、この長寿遺伝子ポテンシャルが結構高めに予想されてたりっていうのが、これがつがいごとに出るんで、はー、よく結構なんかちゃんとやってるゲームだなって思いますね。うんうん、なんか今の答え繁殖力が低かったので大丈夫かなって。ちょっと心配ですね。なんか長寿なのはいいけど。ですね。なんか、はい、虎については話しておきたいことありますか。そうですね、虎結構アフリカとかにいると勘違いされている方が多いんですけど、はいはい、実は昔はカスピ海とかにもカスピトラとかいたんですよ。あ、そうなんですね。はい、でもあのペルシャトラですねとかそういうのいたんですけど、うん、実はちょっともう結構前に絶滅しておりまして、はいはい、で今はアジアにしか一応トラは残っていない、ね、はい、っていう状態ですね。でその中でも私が研究をしていたスマトラトラというのは一番南にいるトラで、はい、あのベルグマンの法則っていうのがあるんですけど、はい、南に行けば行くほど同じ動物は体が小さくなっていきますよという法則があるんですね。でそれに伴ってというか、まあ、その通りに、スマトラトラはトラの中で一番小さなトラです。うーん、濃い斜めで座ってますね。すごいですね。なんか他に行きたいとこありますか。あとダチョウの研究もされてたと思うんですけど。ダチョウ見えますか。はい、ダチョウはあの繁殖行動を研究してたんですけど、はいはい、繁殖期になるとダチョウって首とあと足の、まあ、人間でいう、なんて言うんでしょうね、膝下のように見える部分、実はそこ膝下ではないんですけど、まあ、そこの部分が赤くなるんですよ。はいはいはい、はい、なのであのそこの足のところを見て繁殖期かどうかを確保あのチェックしたりするんですけど、もしそういう繁殖ダチョウの繁殖期見極め専門家みたいな仕事があったら、はい、ぜひ就職したいぐらい。得意なんですね。ダチョウは好きですね。今ちょうどご飯食べ終わって大移動してますね。こっちもやっぱお昼寝。本当ですか。お昼寝時間ですね。なんかみんなこっちにベッドがある方に行ってますね、はい、なるほど、面白いですね、民族大移動。ここ本当にサバンナエリア広いですからね。そうですよね。あと話急に変わりますけど、はい、大牟田市動物園ですごいなって思ってたのがあのハズバンダリートレーニングでしたっけ。はい、なんかすごい麻酔使わずに注射打ったりするんですよね、あれって。そうですね、採血したりとか体温測定をしたりとか、はい、血圧測ったりとか歯磨きしたりとか、はいはい、レントゲン取ったりとかいろんなことをしてますね、はい、あれを麻酔使うとやっぱリスクがあるからですか。
まあ、やっぱりそうですね、動物って人間ほどまだ獣医療がそこまで研究し尽くされていないので、はいはい、人間ってこう小児科とか、うん、まあ普通の内科とかいろんな専門科があるじゃないですか、はい、動物ってそれぞれ種が違うのに一人の獣医師が全部見てたりするので、はい、そこまで細分化されて麻酔薬の研究がされたりとかしてるわけでもないんですね、うん、なので例えば麻酔を使って眠って起きなかったりっていうことも考えられるんですよ。なるほど。それをじゃあ防ぐために、はい、ダチョウ来ましたね。ダチョウ来ました。おお、一生懸命歩いてる走ってますね。走ってるんですね。これなんかいつだったかマンドリルにハズバンダリトレーニングしてた大牟田市動物園の論文読みましたね。本当ですか、はい、ありがとうございます。なんかそれ、そんな論文まで読んでいただいて、本当に大牟田市動物園好きなんでそれも動物福祉の一つですよね。論はい、論文読むって結構マニアですよいやいや、ただの動物好きなだけなんでいえいえ、ありがとうございます、読んでいただいて、はい、そうですね、やっぱりその自分たちが研究をして自分たちだけが知るだけでは動物園の役割は果たせないので、はいはい、まあ、それをどうやって研究成果だとか分かった知見ですね、新しく得られた知見をどうやっていろんな方に、知っていただけるかっていう、その伝えるっていうことがとても重要で、まあ、それが、まあ、ガイドから、それからそういう論文から、はい、いろんなやり方で伝えていくっていうのがとても重要なんですよね、はい、ですので、その自分たちが新しいことをしてうししっていうんじゃなくて、それをいろんな方に共有していくっていう、伝えていくっていうことが最終的には目標になってきますね、うん、実際動物園同士でそうやって切磋琢磨してる印象は僕はもともとありますね。あ、情報共有はすごいし合ってる気がします。やっぱ動物って分かんないこと多いと思うので、やっぱこうやってなんか見てると、ここずー好きな人から、はい、やっぱそれこそ今ってコロナ禍で動物園にも行きづらいっていう話じゃないですか。あ、そうですよね。だからなんか動物園を回ってる気分になれるっていう人もいてすごい嬉しいんですけど。あ、いいですね。なんかそれこそ大牟田市動物園さんも回ってる気分になれる活動してんじゃんっていうのを僕は思って、なんか映像つないでやってますよね。はい、ズームでですね、動物園をお楽しみいただくっていう、動物園独り占めっていう、動物園独り占め、本当に、はい、本当に独り占めですね。まあ私がやらせていただいてるんですけど。あ、そうなんですね。はい、まあ、こういうふうに一緒に動物園を回って、まあ、動物を見ていただきながら、まあ、動物のお話ししたりとか、はい、ご質問に答えたりとか、まあ、別にその時々で本当にお客様のリクエストにできる限り答えてプライベートのツアーを作っていくっていうものなので、オンライン動物園ツアーってことですか。そうですね、怠け者が好きな方は40分ずっと怠け者をご覧いただいたこともすごい素敵ですねありました。それって開演前とかにやるんですか。開演中ですか。はい、もう時間もお日にちも一応決まってはいるんですけれども、はい、まあ、中にはその見たい動物によっては、例えばうちちょっとキリンとか出勤時間がちょっと遅かったりするんですよ、はいはいはい、なのでキリンが見たいというお客様にはちょっと開始時間をずらしてスタートしていただいて。なるほど。あ、もう本当にその要望に合わせていくんですね。そうですね、だからさっきそのココ園長がおっしゃった今日何の動物見ます、はい、みたいな。ああ、もうじゃあまさにこんな感じなんですね。はい、そうですね。キリンです。すごい角が立派ですね、この個体見るところが細かいですねいやいや、すごい大きくて。ちなみにそのまだ若い、若いこれちょっとまだ若いかもしれないですね。ですよね、ちょっと小さい感じがします。これ子供ですね。後ろ姿見れますか。見れます。ああ、そうですね、子供ですわかんない、そのちなみにさっきの独り占めの話なんですけど、はい、それってその参加するのって、はい、例えば僕と違う人が別々の町にいても一緒に参加したりとかもできるんですか。そうですね、5名の方まで一緒に参加が、はい、できます。
あ、じゃあもう離れ離れの人たちと一緒に動物園回ってる気分になれるって感じですか？そうですね、あのお友達同士で、まあ、近いところの方でもやっぱりちょっと今の時期会いにくいわっていう方がご一緒だったり、はいはい、あとは一人の方がアメリカから参加されててとかっていうこともありました。いいですね。日本、はい、日本の方でしたけど、すごく楽しいサービスですねただ友達と電話するだけじゃなくて、はい、あと動物園回りながらっていうのもできるんですね。そうですね、はい。なんかこの動画を見てる人もよかったら動物園独り占め使ってほしいなと思います。はい、ぜひよろしければお願いいたします、はい、あ、ちなみに今キリンが寝てるんですけど、はい、この姿を見れるのはかなりレアです。あ、そうなんですか。はい、キリン大体座って寝ることあんまりない。あ、そうなんですね。はい、どうやって寝るんですか？立って寝ます。立って寝るんですか？はい、でもしかも1回に寝る時間が5分とか。へー、分散睡眠なんですね、うん、キリンは。そうですね。でこうやって、まあ若い時はこうやって寝る姿結構見られると思うんですけど、はい、日中こうやってまず床に座るっていうことがほぼないと思います。そうなんですね。じゃあこれ結構ゲーム上の都合ですね。立ったまま寝ても気づかないじゃないですか、やってる人は。ああ、そういうことか。なるほど。多分ゲームしてる人たちが寝てるの分かるようにって感じかもしれないですね、はい、なるほど。なんかどうですか、ここず全体的に見て、なんかコメントありますか？いや、でもこんな風な動物園ができたらすっごい楽しいと思うし。あ、やっぱそう思ってくれるんですね。え、ダメですか？いや、めちゃくちゃ嬉しいですうん、あのもちろんその現実的にどうかっていう話もまたさておきですが、はいはい、それはさておきで、はい、それはさておき、なんかこんな風に動物のことをいろいろ考えていろんなことができて、でお客さんもなんかこうにもいろんなサービスができるっていうのはとっても楽しいなと思います。ありがとうございます。本当にただのゲームですけど、動物園の方とかから見たらどう映るんだろうというのは気になってたんで。まあもちろんその現実的なことを言い出したらキリがないので、はい、あれですけど、対して専門知識もないくせに動物福祉とか結構連呼してたんで、いやなんかちょっと申し訳ない気持ちとなんでですか？いや逆にありがたいです。そうやっていろいろな方が動物福祉をあの日本の国内でどん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 進めていってくださることで、その動物福祉に対する認知度が少しずつ高まっていっているんだと思うので、ぜひこれからもいろいろなところで話していただけたらなと思います。ありがとうございます。とても励みになります。ちょっとココズーはこれで完成しちゃったんですけどね。はい、なんかまたなんか別の動物園とかやるんですか？いや、あまりにも好評だったり要望があれば2つ目の動物園作ってもいいのかなと思ってたんですけど、今のところはそんなに反響がないんで、僕のまだチャンネル自体が大きくなってないんであれですけど、いつか2つ目作ることもあるかなと思ってます。なるほど、その時は楽しみですね。その時名前はここ、どうしますかねココセカンドとかココセカンドとかココズー2とかそうですね、またその時には全然違う動物園が見れるんだと思いますし、実際なんか、はい、動物100匹弱今いるんですけど、うん、半分くらいをこのココズーが導入したんで、はい、それこそもし2つ目の動物園作るならもう半分を積極的に入れる感じで作ろうかなっていうのはちょっと思いましたけど、そんな感じでこのくらいにしておきましょうか。はい、なんかこの動画を見てくださってる方に富澤さんから伝えたいこととかありますか？簡単なメッセージでいいんですけどそうですね、あの動物園それぞれ、まあ一つずつそれぞれの動物園さんがいろんなコンセプトでいろんなことを考えて、それこそ展示場に入ってる木一本一本に一つずつ意味があって、こういう行動を引き出したいとか、そういったことがいろいろ考えられていると思うので、はい、あのいろいろな動物園に行った時には、なんであそこにあれがあるんだろうなとか、この動物これで何するんだろうなとか、うん、なんかそんなことも考えながら見ると、ただ寝ている
状態だけだったとしてもこう想像の中で楽しんでいただけるのかなと思いますし、やっぱりいろいろな動物園それぞれ全然見どころだったり目的だったりというのが違うと思うので、いろいろなところに足を運んでいっていただいて、いろいろな動物に会っていただけたらなと思います。めちゃくちゃいいアドバイスありがとうございますでは本日はたくさんの貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当今後ともどうぞよろしくお願いします。僕もまた大牟田市動物園行くので行くようにします。はい、いつでもお待ちしています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまで視聴してくれた皆さんも本当にありがとうございました。プラネットズー史上初なんじゃないかというね、こんな動物園の職員さんと一緒に、ズー回るっていう企画でね、僕も貴重な経験をさせてもらいました。またこれからもね、独特なゲーム実況者として進んでいきますので、 SNS で拡散したり周りに勧めてくれたらとても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も良い一日を。明日も良い一日を。前世は白熊らしいガオーでおなじみのココでした。またねー。